はい。えー、ミサータカノイのなるほど株大が本日も始めていきます。今撮影しているのがですね、9月の21日の7時ですね、夕方とか夜の時間帯に撮影をしております。このチャンネルはですね、株式投資で勝率を上げていく考え方やチャートにおいておく方をお伝えするテクニカル専門のチャンネルとなっております。日経平均の解説等々通しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。で、僕のやり方というのは1日10分のトレード方法となっております。まあそのあたりですね、詳しくお伝えする計4回の講座概要欄にございますので、ぜひ,ぜひご登録していただければ幸いです。はい。ということでですね、えー、と今日は はえーとまあ、日経平均とかを取り上げようと思ったんですけどあんまり動いてないので今日はちょっとなんまたで話題になっているダブルスコープという銘柄を取り上げていこうと思います。えー、何で話題になっているかというと,なんと,、えー、とたまたまツイッターを見たらですねこんな感じでツイッターです。ツイッターで、えー このトレンドのところですね。ダブルス,ブルスコープと書いてあって、なんじゃこれやと。で、周りもちょっと騒いでいたので、まあ、要はなんかストップ安してたとかですね。まあ、そんな感じの銘柄みたいです。で、じゃあこの銘柄を結構、まあ、取り、まあ、硬いですね。取り上げたりしている人たちもいると思うので、じゃあこれがテクニカル分析上、どうどういうふうに分析できるかっていうのに、ちょっと、まあ、過去に遡ってやってみようかなっていうようなところですね。まあ、なんで、今回はこのダブルスコープという銘柄を、まあ、チャート上どういう感じなのかっていうのをちょっと見ていこうかなと思います。で まずこの銘柄をちょっとパッと見ていくにあたり、まあ、あの、これのメガの前情報ですね。えっと、結構出来高がある銘柄ではあります。なので <laughs>、あの、トレードの対象にも全然なりますで例えばこういうとかって2610万とか、えっと、こういうとか2268万とか、まあ結構なんだろう、まあ少なくともやっぱ1000万ぐらいの出来高があるんですよね。で、あの、テクニカルで、え、い売買するときっていうのは、できれば50万以上。 あの、まあ、少なくとも10万以上の出来高はあった方がいいです。まあ、50万はね、あの、まあ、それぐらいが大体ならすとそれぐらいになるんですけど、10万以上の出来高がある方がいいよと。なぜならば、例えば少ない、えー、と、ころですね、出来高が1万とか、もう、とかだと、まあ、簡単に言うと機関投資家がお金いたら全部動いちゃいますし、まあ、下手したらね、あの、個人がお金一気に突っ込むだけで一気に動いてしまうというような感じにもなってしまうので、テクニカル分析でやるときは出来高がまずあった方がいいよっていう大前提です。 で、この銘柄、じゃあ、歴史がまずどれぐらいなのかっていうので、えー、まあ、ちょっと遡ること、まあ、付き足で今見てますね。付き足で見ることは、2012年ぐらいに、えーと、おそらく上場したんだかなっていうところですね。で、そこから、うんと、まあ、上がったり下がったりして、まあ、だいたい500円から1000円ぐらいのところを最近は行ったり来たりしていて、今ちょうどね、まあ、3000円とこまで行ったのよかわら一気に大暴落しているというような感じのチャートの状況です。 はい。で、まあ、付け足で見るときはもうざっくりとですね、ま、あどれぐらいが高値安値ですくらいしか見ないので、えー、まあ、今回、ね、ちょっと週足から分析をしていこうと思います。で、週足でいくと、ま、あざっくりとこんな感じ。えー、上昇していって、まあ、ちょっとね、あの、要は今年の6月ぐらいからですかね。まあ、要は前回高値をこうぶち破って、まあ、高値というかですね、まあ、今まで、あの、過去1年間ぐらいね、この、ま、あどれぐらいだ1500円ぐらいかな。1500円ぐらいを、 あ、1500円じゃないか。1250円くらいか。を超えていくってことがなくて、まあ、これで言うと1215円か。だから1200円くらいですよね。前回高値っていうところが。で、それを一気に超えてから、まあ、基本ちょっとね、あの、下がってからというものを右が、右肩上がりに上昇していって、まあ、急に下がってきたみたいなチャート。というようなところです。なので、まあ、最近になって急にね、やっぱ、あの、いきなり上がって、急にボンって下がったような銘からっていうのはこれですごいわかるかなと思います。 でですね、じゃあこれを実際、じゃあバしたらどんなルールに当てはまってどうなっていくのかっていうのをですね、ちょっとま、あの、ま、やっていこうと思うんですけれども、ま、まず、えっと、ま、上がっていったのが6月ぐらいからなので、ま、ちょっといろいろと見ていこうと思います。ま、これぐらいのチャートをね、動きだと見やすいと思うんで、ええ、ま、なので、ま、ま、今年からちょっと見ていきましょうか。うんと、ま、見るときに、ちなみに売買するときとか、あの、なんだろう。ま、今までのチャートを見るときっていうのは必ず線を引いた方がいいです。なので、まず適当に、えっと、高値、 高値ぐらいをね、なんか、とりあえず並んでるものっていうのを、まあちょっととりあえず線を引いていきながら、やっていこうと思うんですけれども、うんと、そうだな。まあまず、えっと、まあどこでバイバイしようかな、最初 <laughs>。まあやるとしたらってことで、えあんまりこの辺とかバイバイにね、適さないので、バイですけど、まあ例えばね、ことあると全開高値とかね、入れるかもしれないけど、実践では多分僕も入れないので、えそうだ、狙っていくとしたら、 うんまあでも狙っていくとしたらやっぱりこの辺か。まあここもね、もしかしたらこの NG を狙っていくっていう観点ではいけるかもしれないけれども。できれば、あの、20日戦の上についに5日戦があってほしいので、まあそう考えるとちょっとここは、あの、まあ狙うことはできるかもしれないですけど。 なんか、ピンポイントに狙っていくことはしないかなっていうことで。まあ、えっ、ー、と、倉庫こして、まあ、倉庫考えると、一番まず狙いやすいっていうのがこれですよね。前回高値を更新した部分なので、6月の2日とかには全然エントリーしていくことは可能かなと。まあ、これ前回高値を超えていった部分。まあ、または前日とかでね、なんか、仕込んでおくのはもしかしたらありだったかもしれない。まあ、現実的にはこっちでしょうと。で、このまま上がっていって、 で、まあ、とりあえず5日線陰線でぶつかるこことかで、ま、手じまいしておけばいいし、まあ、この辺並んでるからね、ここで手じまいしても全然いいし、ような感じ。で、その後に、ま、同じ理由で、まあ、これも、まあ、ここはね、あのー、仕込むのちょっと難しいんで、この1600円を超えたこことかで仕込んでいきました。で、仕込んでいって、えー、まあ上昇していって、まあ、この辺ね、並ぶんで、 ま、この辺並ぶから、この辺の陰線とかで一旦手仕まいとか、ま、または、あの、ま、こんなね、わけわかんない。あの、髭できたり、こういうところで一旦手仕まりしいしといた方がいいよっていう。で、ここはもうね、あの、ま、ここ本来売りで狙いたいけれども、20日線まで近いから、とりあえずここは売りは難しい。で、えっと、ま、こう上がっていって、この辺はね、あの、20日線の下とかに来てるんで、ちょっと、ま、狙い方としては難しい。で、この後、あれですよね、えっと、一旦、ここの、まあ、あれですよね、ま、上昇があって、 あって、まあ、20日線に近づいてきて、近づいてきて、まあ、これ今、前回高値も、まあ、これも、まあ、約1000が引けるわけなんですけれども、まあ、これを超えていきましたと。だかう超えた部分っていうのは、全然ね、売買は一応、あの、できると。で、していきながら、まあ、上がっていきましたと。で、上がっていって、まあ、例えば、あのー、これ、突き足とかでも見ればわかるんですけれども、あの、こうやって、あのー、前、なんですかね、あの、上がっていきましたと。で、上がっていって、あの、まず、 これ、前回高値の時のトレードのまあ注意点というか、僕は結構意識していることですね。例えば、これ、日足で見た時に、過去1年ぐらいこうやって遡った時に、この、なんだろう、要は、目標になるような高値とかっていうのが特にないんですよ。で、そういう場合っていうのは、もちろん週足を見たりとか、週足ですね。で、これだと週足だと、週足でも、あの、ちょっと、ちょっと拡大してみてもわかる通り、週足でも、あの、直近ってなかなかないんですよ。なので、あの、ま、直近2500円とかもちろんね。 あの、出ては来てはいるんだけれども、まあ、ここが2500円なんですね。ちょうど2017年ぐらいが2500円がピークで。で、その前、まあ前っていうか、その、付き足で見ると、まあ約3000円ぐらいのところ。まあだからちょうど、あの、3000円ちょい超えぐらいのところっていうのが、3000から3500円ぐらいのところっていうのが次の高値っていうのが、まあ付き足を見るとわかるような形になります。まあなので、 あの何が言いたいかというと、こうやって冷やしで、あの、前回高値トレードをしているときに、やっぱ、あの、ついに、あの、なんだろう、株価が強い銘柄って、やっぱ、右肩上がりに行きやすいんですけれども、じゃあ、そこでいつ利食いするのっていうので、まあ、前回高値のところっていうのは、まず覚えておくといいよと。なので、例えば、あの、2500円っていうのは、あの、週足で見たときの、要は高値だったので、まあ、ここは間違いなく線は引いていくわけですよ。で、ここを超えてきたっていう部分になるから、この辺っていうのは、あの、逆に入れやすい。 じゃあ入れたというところで、じゃあ次どこでディグイするのって考えるときに、もし上がっていったらとりあえず3000円とか3000超えのとにディグイしとけばいいよねっていうお話になるという感じです。まあこういうふうに例えば並んだ、並んだ際ですね。並んだ際にこうやってこういうふうに。 あの、手締まいしてっても全然いいし、あの、もともと目標がやっぱ、あの、前回高値、前回高値というか、あの、付き足してみた時の前回高値が大体3000円とか3500円のところにあったので、まあ、こういうところで利食グイしてもいいし、あの、まあ、デグイしてもいいしというか、利食グイですよね。<laughs> まあ、そういうふうに考えていけると、まあ、なんか、あの、一応取ることはできたかな、っていう感じですね。まあ、最低でもやっぱ、あの、なんだろう、あ まあこういうね、でかい陰線が出たりとか、やっぱ、基本的には全開高値がどこなのかっていうのを予想していきながら、まあ手じまいできると、まあいいのかな。まあ最低でも。 ね、あの、この辺でエントリーして、あの、ここは利益になんなくても、5日戦もまたここで絶対に利用しましょうね、と。こもうやばいんで、シグナル的に。こんなね、いきなり上がって、いきなり20日線のとこまで来てってなったら、まあ、どう考えてもやばいんで、ここまで保有する必要ってのはないよね、というような感じです。まあ、このあたりのルールっていうのは、あの、なんか僕の YouTube の動画とかも全然見ていただければ、あの、何のことを言ってるのかっていうのがすごいわかるので、まあ、 ざっくりとそんな感じですかね。やっぱこういうふうにあの右肩上がりに強いものっていうのは前回高いのエントリーしていく。で、次の前回高値ってどこなんだろう。前の前回高値どこなんだろう。5日線ちゃんと陰線ぶつかってるかなとか、ぶつかりそうだなとか、並んだら手じまいだなとか、そういうところを意識していくと、まあこういうのには巻き込まれづらいよねっていうところですよね。 まあ、そんな風に考えていただければというところです。まあ、あと、あの、このメガで行くんだったら、結構その N 字ですよね。まあ、僕結構 N 型って呼んでるんですけれども、まあ、俗に言うエリオット波動ってやつです。まあ、なので、えっと、まあ、上昇の方で行くと、なんだろう、どの辺から数えようかな。まあ、ざっくりと考えても、まあ、こういう風に上昇してきて、まあ、こんな感じですよね。まあ、ここで、まあ、一貫止まってるっていう感じで、こういうような感じなので、まあ、相場としては、なんだろう、前は、波動で行くとここで一旦わって、 要は、まあ、ここはちょっと突き抜けましたけど、ここからはね、どっちかって言ったら下落になりやすいような相場だったりはするので、うん、まあっていうところかな。まあ、なので、その全体像から見たときに、まあだから、少しずつ右肩上がりになってます。だこういうところはきっと取りやすいと思うんですよ。あの、上昇して、下落して、上昇して、下落して、20日線で使って、前回高値超えて上昇して。まあそんなところを繰り返していきながら、あの、ここはすごいね、あの、右肩上がりっていうのがすごいわかる。 わかるわけなんですけれども、これじゃないで判断するのかっていうと、20日線にこの辺ってずっとぶつかって上昇してるじゃないですか。ま、ここから数えてもいいんですけど、あの、20日線にぶつかって上昇して、1回下がってきて、で、5日線と20日線、ま、ちょっとね、これ20日線の下に5日線来ちゃってますけれども、ぶつかって上昇して、またぶつかって上昇して、またぶつかって上昇して。で、ここでやっぱ相場っていうのは崩れたよ。要は20日線の下に、ね、あの、5日線が来てる。では、ここは、あの、要は俗に言うエリオット波動の形ですごい取りやすい部分ですよね。 あの、要は1波2波3波4波5波っていう感じになってっていう。だここはすごい取りやすい部分である。で、ここからは相場がやっぱちょっと右肩上がりから変わってきたからちょっと慎重にならなきゃいけないよ。で、ここは前回高値超えました。で、この2500円っていうのは週足のね、あの高値でもあるから、ここを超えました。じゃあここはエントリーしてもいいけど、まあその付き足で見たときに3000円っていうのがまずは一つのアッパーだからっていうふうに考えると、まあ一応利益は取れていけることは可能だったかなっていうところですね。まあ少なくともやっぱりあの、なんだろう。 なんか、こういうのに巻き込まれないためにっていうので、やっぱ、あの、どんな銘柄でもやっぱ下がることっていうのは当然あるし、僕はあの、今まで人生でストップ安に巻き込まれたことって今だかって一回もないんですけれども、あの、それは理由としては結構手じまいを早くするっていうことですよね。手じまいはちゃんと目標金額になったりとか、あの、ま、今回のところでいくと、ちょっと線がね、たくさんありすぎるんで。 あれなんですけど、あの、シグナルがやっぱ出てるわけですよ。で、何を見なきゃいけないかっていうと、例えばこういうシグナル。で、このシグナル何かっていうと、まず一つが、あの、まあ、前回高値の3000円のとちか、近く。まあ、前回高値っていうのは、ま、あ月足見た時の前回高値ですね。まあ、大体この辺。大体この辺まで来てるよっていう前回高値のところと、あの、まあ、その部分と、まあ、一つはやっぱ上がってった時のね、あの、一つの目標金額っていうのはやっぱ3000円ぐらいっていうのは。 あとは、あの、ここの3本の陰線、陽線、陰線があると思うんですけれども、こういうところでやっぱあの、なんだろう。基本的に並んだ場合、上がってる場合でも並んだ場合っていうのは結構手じまいのタイミングになってったりするので、まあこういうふうにですね、なんかあの、並んだ場合っていうのは結構手じまいしていくとよかったりするよ。というような感じかな。 あちなみに結構僕だったら、ここ、まあこ、こああ、どうだうな、この辺は結構手仕まいタイミングかなってところですね。実践でも、やっぱあの、2日連続並びましたとか、3日連続並びましたっていう、特に高値が並んだとかの場合っていうのは、手仕まいのタイミングに結構していくと結構優秀なノウハウですよね。まあ、だから理、理学のタイミングとしては結構いいので、なのでこういうふうにあの、やっぱ、 あの、見方外に、あの、上昇していますっていうメーカーでもやっぱこういうふうに、まあ、ここまで、あの、秩序に下がることっていうのは結構珍しかったりはするんですけれども、下がることっていうのは全然あります。で、あるので、こうやって並んだらディグイとかですね、ディグイのタイミングを早めるとか、まあそういうふうになんか、あの、まあ、独自のルールって絶対あると思うんですけれども、僕だったら、 あの、上昇している時の一つの理覚ルールに、こうやって並んだら手締まりするっていうのがあったりするんで、そうするとね、ここまで保有しなくて済むのかな、というような感じだったりします。まあ、参考までに今回はですね、ダブルスコープってちょっとあの、話題になってた銘柄があるんで、まあ実際テクニカル分析したらこういう感じだよと。で、あの、まあこれ実際ね、あの、だから見てる人からしたら、いや、過去のやつ見てるからでしょっていう結構、あの、なんだろう、思う方もいると思うんですけれども、これすごい重要なのは、過去のチャートを から学んでいくってことがやっぱすごい重要なので。なので、あの、これ起きちゃったことはしょうがないから、こういうふうに起きてしまいましたって時に、どう、自分だったらどうすべきだったのかってことが頭の中に入って、それが習慣化なってれば、なってれば、他のメーカーでそれが起きた時に避けることができるんで。なんで今回は避けるための動画ということで、まあ、デグイタイミング、こういうのに避けるためにいうことで、僕は並んだらデグイするのが一番、あの、いいかなってまあ、他にも一応理由はあるんですけど、一応並んだら手締め。 一つの理由ですね。まあ、そんなところがシェアできればいいかなと思って今回動画をさせていただきました。まあ、このあたりですね、なんかあのこうやってどうなのとかありましたらですね、コメント欄とかに書いてい,ていただければ、なんか取り上げていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、本日の動画良かったなと思ったら、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。LINE、Twitter、Instagram のフォローもお願いします。 それではまたお会いしましょう。